ニスリーンのアートの世界ニスリーンですニスリーンのアートの世界では映画や本絵やダンス様々な形のアートについてお話をしていきますこんにちはニスリーンです私のポッドキャスト第13回目のエピソードへようこそまたお耳に書か,かれて嬉しいです今日は私の大好きな舞踊 ベリーダンスに焦点を当てたいいと思います私は何年もの間ベリーダンスを教えパフォーマンスをしてきましたベリーダンスという言葉は中東北アフリカギリシャトルコなどで生まれたダンスを指す西洋の言葉ですアラビア語ではベリーダンスはラクスシャルキーと呼ばれていますトルコ語では オオリエンンンタウダンスままたはオユンハバシと言いますこのポッドキャストの2回目のエピソードではトゥダイカラーシャというトルコのベリーダンサーについてお話をしました今回はもう一人の伝説的なダンサーであり女優でもあるサミヤ・ガマルについてお話ししたいと思います彼女は私が初めて憧れたダンサーの一人です 映画で彼女が透き通るベールをまとって踊るのを初めて見た時その夢のような存在感にすっかり魅了されました当時はダンスについてあまり知識がありませんでしたが彼女が特別な才能の持ち主であることはすぐに分かりましたではサミヤ・ガマルとはどんな人物なのでしょうかサミヤガマルは 1924年神エジプトに生まれました10代の頃当時最も有名なエンターテイナーであったアディア・マサビニーの下で舞踊団のエキストラとしてダンスの仕事を始めたそうですその後当時の多くの他の有名なベリーダンサーがそうであったように彼女は映画の世界に進出しますその後 1940年代から1970年代初頭までダンサーとしてまた女優として映画界で活躍しましたこの時代はエジプトのベリーダンスの黄金時代と呼ばれています今回は彼女を特別なパフォーマーにした5つの要素に焦点を当てたいと思いますまた私のブログ記事には 彼女のダンスビデオを載せていますのでぜひご覧ください。1、生き生きとした肩と手の動きサミヤガマルを思い浮かべるとき私はいつもちょっと肩をすくめていたずらっぽく肩を揺らしている姿を思い浮かべます。この肩の動きと絶え間なく手を波打たせる動きは サミアガマルの特徴的な動きです一度彼女の踊りを見たらこの可愛らしい動きの印象はずっと残ると思います。エジプトで同時代に活躍した他のスター例えばナイマ・アケフタヒア・カリオカナワビア・ムスタファなどと比較するとサミヤ・ガマルの上半身の流れるように生き生きとした動きは 特に目立ちます同年代の他のダンサーは上体よりも腰の動きをより強調し手は腰を目立たせるための額縁のよううに使う傾向がありましたなおハリウッド女優のリター・ヘイワースは1953年に映画「サロメ」でベリーダンス風のパフォーマンスを披露していますが彼女はサミア・ガマルの「 流れるような手の動きを参考にしていたのではないかと思います女優が専門のヘイワースをプロのベリーダンサーと比べるのも酷ですが彼女の肩に力の入ったベリーダンスを見るとタミヤガマグがダンサーとしていかにすごいかがさらによく分かってしまいます一見楽に踊っているように見えるのですがそれこそが技術の証明と言えるでしょう に美しい布さばきサミヤガマルはよく衣装の一部やあるいは独立した小道具として薄いウェールを翻しながら踊っていました今日の基準からすれば彼女はウェールを使った派手な技は披露していないように思うかもしれませんしかし彼女が薄手の布を使って自信の動きを うまく引き立てる技はとても芸術的でした。レールをまとう姿も、後ろになびかせる姿も、まるで妖精のお姫様のように見えます。シフォンのフレアスカートの扱い方も同様です。彼女はステップを踏みながら、衣装の美しい形と動きを意図的に作り出していました。バレエや社交ダンスなど、 西洋のダンスを学んだ影響が見えるという説もあります。衣装や小道具を使いこなす洗練された見せ方も銀幕で彼女を輝かせていたのです。3、しっかりとした特徴的なヒップワークサミアガマヌのダンススタイルはよく流霊で重心が上の方にあると言われます。しかしか 多くのエジプトのダンサーに共通するどっしりとした感覚がないわけではありません彼女の下半身の動きをよく見るとメロディーよりもむしろ音楽のダウンビートに乗っていることがわかりますビートに合わせて斜め後ろにステップしステップにヒップを使った技を重ねることも多いですこれは当時のダンサーに 一般的に共通する特徴かもしれませんが彼女のヒップの動きは全体ににに柔らかく本当に必要な時にだけ強いいアクセントを見せていますこのゆったりとした音の表現は1990年代以降モダンなベリーダンスのメインの見どころになっている緻密で鋭いヒップの使い方とは全く違った印象を与えるかもしれません。 4. 魅力的なトラベリングステップサミヤガマルはまたアラベスクと呼ばれるステップを使うことが多いですこれは後ろ向きに小さく床を蹴り上げる動きでバレエのアラベスクとは全く違うものですまたクイッククイックスローのリズムで最後のステップを少しだけ引きずるように時間をかける 場合もありますこの時こともありますこれはいたずらっぽい可愛らしさだけではなく緩急とのびのびとした感じをトラベリングステップに加えています。ディーナのようなより後の世代のダンサーもこれと似た動きをしていることがありサミアガマルの影響かなと思うことがあります。 最後に5感能性の表現今日私たちが見ることができる彼女のダンス映像のほとんどは映画の一場面ですですからもちろん彼女は踊りながら演技もしているわけです悲しみ喜び反骨心そして感能を彼女はとても自然に表情で表現しています ところで近年、国際的なベリーダンスの世界において、ガバルのような黄金時代のダンサーを、今時の下品で性的なダンサーたちとは違って、しとやかで上品だと理想化する風潮をよく見ます。しかし、映画の筋書きについて考えてみれば、ほとんどの場合、黄金期のダンサー兼女優たちも、 性的誘惑の象徴として描かれていることに気づくはずですもちろん現代の観客の目には性的表現といってもとても控えめに見えることは確かですが例えば1942年のアリババと40人の盗賊たちや1949年のリトルミスティブルで 我慢うの役目の大部分は誘惑的であることです彼女のダンスも誘惑の一部として演出されているのですまたエジプト社会におけるダンサーの社会的地位はどんなに有名であっても当時も今も低いということを考慮する必要があるでしょう例えば 彼女は歌手兼作曲家のファリード・エル・アトラッシュと11年間恋人同士でしたが結婚することはありませんでしたこのことについてアトラッシュはシリア王家の出身でただのダンサーと結婚し一族の名誉に傷をつけることはできなかったのだという説があるのですもちろん2人の間に本当は何があったのか 誰にもわかりませんがダンサーであることが結婚の障害になり得ると捉えられていたことは注目する価値があると思いますこのような社会的な重圧があったにもかかわらずダンスを通して自信の感能性を自由にそして美しく表現していたことを考えるとサミヤガマルの強さと勇気に 感服せずにはいられません。いかがでしたか？ここまで聞いていただきまして、本当にありがとうございます。もし、このエピソードを楽しんでいただけましたら、アップル・ポッドキャストでレビューを書いていただけますと、大変励みになります。もちろん、説明文にあるコンタクトフォームや、ソーシャルメディアから、この話題についてのお考えを教えていただけるのも大歓迎です。 それではまた来週お耳にかかれますこと楽しみにしております。